皆さんこんにちは。こんにちは。タツとナタツヌルです。今回はヨーロッパの中で信じられている迷信をタツヤにクイズしていきたいと思います。迷信ね。ヨーロッパの中で信じられている迷信。はい。日本にも迷信っていっぱいありますよね。ありますか。うん、あるいろいろあるよ。例えばご飯食べた後に横になったら牛になるとか。おー、そう、自分も子供の時ご飯食べた後すぐ横になったら親とかおじいちゃんとかおばあちゃんに牛になるよってこう教えられてきたり、まあ迷信信じりましたか。そう、まあ、ヨーロッパにもそういった迷信があるってことだよね。はい、気になる。はい、ウクライナとデスの時にお母さんからよく聞いてたもの。はい、ありますよ。だから今日は5つクイズ方式でクイズ方式しましょう。面白そう。私は最初に質問言うと、達也は4つの答えから正しいのものを選んでください。お、OK。 はい、1問目です。よし。月曜日にやってはいけないことは何でしょう。月曜日にやってはいけないこと。はい、うん、A 車の免許です。車に乗ることです。車に乗ること。はい、車、運転絶対ダメです。B ゴミを出すことです。ゴミを出すこと。はい、Cシャワーを浴びることはダメです。全部良さそうやけど最後の D お金を使うことです。あー、何でしょう。ああ、分かったかも。分かった。 A が運転ね。運転ダメです。で B が、ゴミ。ゴミですね。うん、で3つ目が C が3つ目はシャワー浴びること。で最後がお金使うことね。はい、何がダメですか。だって運転せんなら仕事行けないでしょ。はい、 でも歩くはいいですよ。でも人によっては職場遠かったりするからね。しょうがないね。車必須の人もおるし、うん、で B がゴミだし、あゴミは出さないとダメでしょ。はい、ね、これはないから。で C がシャワー浴びること。これもだって浴びんなん臭くなるやん。まあヨーロッパではみんな毎日シャワー浴びない人いるよ。で最後お金使うこと、はい、じゃ まあこの C か D やよね。はあ、じゃあ D のお金を使ったらダメで、なんでかっていうと月曜日からお金使うと使いすぎたりするから。あ、はい、正解です。やったわかりました。これはまあ意外と簡単かもしれない。はい、うん、そう、タッツの言った通り、あのみんなの信じることは月曜日に何か買ったら全体の1週間ずっと月曜日から日曜日までにずっといっぱいお金使ってしまうになります、うん、だから月曜日はなるべく抑えて生活しようってことだよね。はい、なるほど。だから買いたいものあったら火曜日に買ってくださいなるほどね。 OK。 結構やばかったですよあの私いつも日曜日に何か買いたい見つけていて、お母さんに頼んだったね、なんかこれ欲しいとか、うん、でも日曜日に銀行が働かないので、だから取ることは月曜日になると、お母さんが、うん、いやダメだよ火曜日に買おうと言いました。あ、でもやっぱヨーロッパの例えばドイツの中とかでも結構それはみんな守るみたいな、もうみんなその、うん、それを信じてる人多い。あ、多分ロシア、これはもっとロシア編かもしれない。ドイツの友達から来たことないと思う。うん、なるほどね。面白いですね。面白いね、はい、じゃあ次行ってみようか。はい、次2問目です。よし。部屋の中で口風呂、口笛を泣くとどうになるでしょうか。部屋の中で口笛を吹くとどうなるかってこと。はい、うんうん、じゃあ A 窓からお金が飛び逃げてます。うん、はい、B
運が悪くなります。はい、C 病気になります。D お化けが出ます。むずい。口のかな。口笛吹いたらでしょ。はい。お金が出る。お金が出る。運がなくなる。運がなくなる。なんて病気になる。病気になる。お化けが出る。お化けが出る。部屋の中。なんとなくね、はい、感覚的に D のお化けが出る。お化けが出る？うん、なんか呼びそう。お化けを呼んでしまいそう。ああ、確かにイメージができる。でも、ブーブー違います。そうなの。はい、正解は？正解は、正解言ってほしい。言ってほしいです。正解は A です。お金が窓から飛びに逃げてしまう。あ、そうなんや。なんで？なんで？まあみんなそうも信じましたね。特に理由はないけど、昔からそうやって教えられてきたって。はい、昔よく聞いてたね。あの部屋の中、何、部屋の中、建物の中、車の中、どこかの中で口笛するとお金が窓から逃げてます。日本人とか建物の中で口笛吹きまくっとる。じゃあみんな絶対いつもお金がかかるね。だからか。だから。あとよく覚えてたものは、私あの子供の時にあのおじいちゃん、あの口笛、外でも口笛してもおじいちゃんが出たりはダメですよ。口笛は32インチだけにできますよ、言ってました。32インチなくない？だから、でも私はその時に知らなかったですよ。まだ小さいの子供でしたので、いつも32インチまでに待ちました。だって、日付って30日か31日だもんね。はい、はい、それを信じて、はい、でもいつになっても32インチ来ないなみたいな。そう、だからね。かわいいね。することはないですよ、私は。なるほどね、はい。じゃあ次行ってみましょう。はい、次は3問目です。よし、鼻がムズムズしたらどうするでしょうか。鼻がムズムズしたらどうするかね。はい、はい、A 鼻を叩く。いた。鼻を叩く。よいしょ。B、あ、鼻のむくむく人は、あ、すみませんと言います。あの、アポロジェイ。はい、すみませんと言いますね。C、あいつ、あの、例えば、達也の鼻がむずむずする。私が達也の鼻取ります。取る。取る。ジュジュジュ。ごめん。まあ、優しいね。優しくね。D、 鼻を噛むです。噛みます。鼻がムズムズしたらでしょ。はい、例えば私の鼻がムズムズする。え、もうこんなん簡単やん。鼻を噛むじゃない。噛む、うん、鼻、うん、噛むでしょ。あは、鼻噛むじゃない。普通に、普通にする。みなは日本人ならまあ普通に多分ちょっと痒くみたいにチクチクチクするでしょ。うん、まあ、鼻かくか、鼻水、鼻かむか。はい、うんうん。D じゃない。D する、しますか。いや、でもなんかちょっと違いそうやな。待ってよ。じゃあ逆に A 行ってみようかな。A? 鼻を叩く。ピンポーン。やったそうなんや。はい。怖いね。はい、あの、あの他の人の鼻がムズムズすると他の人が鼻にプチパンする。あ、3回。優しくね。優しくだよ。あ、そうだ。優しくしたよ。3回ブチブチブチしないと。強いパンチ打つんかと思った。パチーンってまあしたかったらどうぞするよ。なぜなら、そう、なぜなら、あのしないと、ええ、達也の 仲間家族で喧嘩に多くなります。あ、そういう迷信がある。はい、鼻がムズムズすると、あ、なんか誰と喧嘩になっちゃうみたいな感じだから、他の人の喧嘩見たらキュッキュッキュッすると大丈夫です。なくなります。ちなみに日本やったら、あのハクション、くしゃみわかる？くしゃみした時に誰かが
例えばナタリアが覇気者の近くにするでしょ、はい、そしたら誰かがナタリアの噂、ルーモアをしてるみたいな、あ誰かは私っていう名シーンもある。あ、うん、ドイツではあのキシュすると、まあ風という意味とか、あの多分誰かは私について考えてるとか、ちょっと似とるね、ちょっと似とるね、うん、あとしゃくりの時にも、うん、そっか、誰か私について考えてる恋人とか、オッケー、はい、じゃあ4問目です。よし、質問は、はい、他の人の足を踏んでしまったらどうした方がいいでしょうか。他の人の足をこう踏んでしまったらね、間違えて、はい、はい、間違えて、例えば私が達也の足の上に踏んだら、うん、それならどうした方がいい、うん、えい、もちろん私が、すみません、アポルジャイスしますね、うん、謝るね、謝ります。 B、 B、 私が達也にお金あげます。お、嬉しいC、 C は、達也が私の足に、なんだっけ、踏み直すって、踏み直し、直します、うん、うん、ま、やり返すみたいな、はい、あ、やり返すね、あのしてしまった、だからあの人も私にしてしまう。4は無視します、何もしません、うん、それでも悪くないなるほどね、うん、これはブリ、 4はブリですね、1は踏んで何も言わないのはダメや、はい、普通に考えたら1番の謝る、はい、まあ、A の謝る、はい、でも分かる、普通ではないの分かってるから、はい、これは普通ではない、普通ではないから 頭いいですね。 B、 B、 お金をもらえる、お金いただきたいから、ね、例えば100円渡すとか、あ、50円渡すとか、いやいやですね、はい、正解はドゥルルルル C、 あ、 C なんや、はい、踏み直す、はい、踏み直してください、はい、なんで、なんでそうしないと、あの踏んだ人の中で誰か亡くなります、亡くなってしまう、亡くなってしまう、怖怖、呪いやんそれ、はい、だからいつも直してくださいね怖いね、なんかそんな怖い名刺やね、はい怖い、今度から気をつけよう、はい、気をつけましょう。じゃあ最後の質問です、5問目です。5問目はナイフのような鋭いもの、鋭いものを他の人にあのプレゼントみたいなことをあげることダメですけど、なんででしょうか。ナイフのような鋭いものを人にプレゼントしたらダメな理由は何でしょうか。はい、ダメな理由は何でしょうか、うんうん、はい、じゃあ A、 運が悪くなります、そう、うん、運ね、うん、B、 相手の関係が切れる、おうおう、うんうん、ありそう、はい、C、 それは死ぬの脅迫であります、それは死の脅迫であると、はい、あなたのこと殺すみたいな意味ですね、あ、多分 YouTube で殺すこととは言ってる、うん、はい、最後の D は非人道的な贈り物だからですね、非人道的な贈り物、はい、よくないです、うん、これ難しいね、これ全部当てはまりそうやけど、やけど、どうしたヨーロッパの迷信ってさっきもやけどちょっと怖いイメージあるしなでもシンプルじゃないのもわかるし、何かな、 B の人との縁が切れる、はい、正解です、あー、わかった、はい、誰かに包丁は、まあ、包丁だけじゃなくてあのハサミとかも、ハサミとかも、あの型とかも、あのブレンダーとかミキサーとか、あ、そういうの全部ね、全部だよ、何かシャープなものあったら、じゃあ野菜の皮むく、これもダメです、これもダメない、ダメですよ、これするあげるとあの人と切れるみたいなですね、じゃあヨーロッパ行ったりしてプレゼントでむやみにこう渡せんよね、例えばなんかヨーロッパでは日本の有名な包丁がすごくいいものでしょ、うん、でもプレゼントみたいあげてダメですよ、
誰かにこのみたいのプレゼントしたかったら、いただく人はお金あげますよ。へ、例えば私が達也にドイツの包丁をあげるとプレゼントとしてでも、君が私にちょっとお金あげないと。知らんかった。そういう意味では、うん、なんかプレゼントじゃなくて私は買いました。じゃあな、もしなドイツ里帰りしてナタリアの親とか、はい、友達とかにそういうね、ハサミとか、はい、ハサミね、包丁とか、はい、いい包丁とかあげてもダメね。まあ、私の母が達也に100円とかあげます。1ユーロとかあげます。ちょっとこうお金を渡すとその効力がなくなるみたいな。はい、そうです。面白い。はい、そういう面白い迷信がやっぱ日本とは違った迷信がやっぱいっぱいあるんよね。はい、皆さんこのクイズはどうでしたか？何問正解できましたか？聞いたことありましたか？もし面白かったらまだ他の迷信したいと思います。うん、説明したいと思う。クイズ見たいとか説明したいと思います。勉強になりました。はい、よかった。まあ、今度は逆に次日本の面白い迷信をナタリアにクイズ方式でちょっとやってみたいなって思ったから、ちょっと次はそれもやってみましょう。はい、お願いします。楽しみにしてます。はい、じゃあ皆さんご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、バイバーイ。